皆さん、こんにちは、コレットです。いかがお過ごしでございましょうか。えー、私ですね、まあ、8月の29日からですね、まあ、YouTube アップしてて、まあ、直近のですね、あの若親子さんのですね、まあ、女にどう生まれるということで、まあ、やっとですね、これまあ10本目に到達ということでですね、まあ、とりあえずですね、まあ、アニバーサリーっていうかですね、 まあ、10本目ということでございますんで、まあ、あのー、これまあ、ちょっと感想を言わせてもらうと、まあ、なかなかですね、YouTube っていうのも、なんか手間暇かかるなっていうような、うーん、ことで、まあ、穴があったら入りたいというようなね、ことでですね、<laughs> まあ、今日はですね、まあ、そういうこともありまして、ラジオ風にですね、まあ、スピーカーズコーナーっていうんじゃないんだけど、まあ、あのー、まあ、声だけということで、 ちょっとやってみたいかなっていうふうに思いまして。まあ、最近ですね。まあずっとまあ、最近ではないんだけど、あのー、本に関してですね。ちょっとコメントとかしてなかったんでうん？ あのまあ、前からの,です、ね、あのフォロワー、まあ、ツイッターでのフォロワーの方はよくご存じだと思うんですけども、まあ、あの以前はです、ねまあ、ちょっと本とかもいろいろ読んでたんだけど、まあ、最近です、ね、よあの読んだっていうのがあの例の,です、ね、あの田中伸也っていう、うん、芥川賞作家の方の「まあ、孤独論」っていうのだけかなっていう感じなんです。でですね もうなんか最近ですね、こう近眼というかですね、ま老眼というかですね、そういうかん感じにこうなってきてしまって、まあ本当にこう読書っていうのがちょっとこ縁遠,遠くなっちゃった。な。で、まあ最近はですね、まあこうほぼほぼですね、まあ映画鑑賞ということでこう楽しんでるんだけど、 じゃあではですね。あれほどですね。こう熱狂したですね。こう読書熱っていうか、あれは何だったんだろう？っていうね。まあ、ことなんだけど、あのー、まあですね。あの、やはりですね。こう。自分の中ではこう寝ても覚めてもうんこう読み込んだ。作家っていうのはですね。うん、どうだろう。まあ、立原正明。うんまあ、立,立原正明っていう名前はあのー？ 私をですね、まあネット上であのー、いろいろお話したりし,してたあのー、前々からの方はあのよく出てきたと思うんでご存知だと思うんですけども、やっぱりまあ彼が一番かなっていうことなんですね。でやっぱり映画にしろですね、まあ本にしろですね、やっぱり私まあ海外のもうんまあ好きなんですけども、やっぱりまあちょっと日本 よりかなっていう感じで,す、ね、でですねまああのー、まあ立ち原に関してもですね、まあ、渡辺淳一みたいなですねこう大人のこう恋愛小説まあ例えば立ち原だと、あのー「まあ、春の鐘」とかで、ねあのー「残りの雪」っていうのがあるんだけどあのまあそういったですねこう不倫劇場っていうか、まあ、そういうのではなくってまあ言えばですねこう青春っていうか まあ当然ですね、まああのー、大人のそういう、うん、不倫とかねそういう要素も、まあ、多分にはあるわけですけど彼のそういった、あのーまあ、青春ものというかそういう小説にもですねだけど、まあ、自分としてはですね、まあ、そういう一部の小説っていうか、あのーまあ、青春劇とはいったものですね、まあ、基本的にはそういう言葉はあまり使いたくないっていうのが、まあ、ちょっと私の本音かなっていう感じなんですけどうん。 まあ,あのどういった話かなっていうのはまあ、そこはちょっとお読みになってもらわないとですねちょっとあの説明できないっていうことなんですでまあどういった作品が好きだったのっていうことなんだけどあのー、まあ千と砂ですね相変わらずの千、うん、と砂とかですねあのー、まあ鎌倉夫人っていうのも良かったなっていうからねあとね恋人たちっていうのがあるんだけどうん まあそれに続くですねこう、まあ、続編というかなこう話っていうのも良かった。であ,のあとねエッセーエッセーがねまだねなかなかこう渋いというかあの面白いんだけどこう食べ物の,食べ物の、ね、こととかこう男女のこととかですねあとねあのこう旅行とかね、まあ、いずれにしてもねこうなんか奥深いんですよ。あのうん でね、彼の場合こういろんなテーマがこうなんかこう、まあ、彼の,この筆によってですねこう縦横無尽というかこう語られていくという,うん形ですね。でエッセイだとやっぱりねどうだろう「日すれば花」っていうのがあるんですけどこれまあ文庫であるんだけどそれとかあとの「無限の中っていうのもなんか良かったかな。でね、まあ、彼がねこう一番こう自分はハマった作家かなっていうふうに思ってます。 で、まあですね、そういろいろこう考えてるとですね、あの、まあ、立原は別にしてもですね、まあ、あの、私の場合ですね、こう、映画だとか、こう、音楽、まあ、本っていうのが、こう、いつもですね、こう、リンクしてるっていうか、こう、つながってるんですね。で、まあ、私の場合っていうんじゃなくって、まあ、誰だってですね、あの、そうかもしれないですね、実際。例えば、あの、山崎豊子の、まあ、盆地、盆地だったら、 まあ、映画を先に見てあと本とか本が先で映画とかね、まあ、いろいろ、まああのー、こういう映画とか小説が好きな人は、まあ、誰だってそうかもしれないんだけど、まあ、そういう部分とあとですねやっぱりこう学ぶ部分が多かったっていうような気がします。あのーまあ、それがいいのかどうかちょっと分かんないんだけどうんだけどまああんまりこう実生活に役に立つようなことはそうはなかったかなっていう感じなんだけど。 あとねこう音楽あるじゃないですか音楽に関してはあ,のあとねあのエアロスミスとかねこう聴いてたっていうのが、まあ、ロックなんか始まりなんだけどやっぱりねこう最後までねロックに関してはあの残ってきたっていうのがやっぱりこう「ゼップっていうかですね「まあ、レッド・ツェッペリン」だったんですよね。うんまあロバート・プラントとあのペイジっていうかジミー・ペイジの世界なんだけど。まあ,あなたを愛し続けるっていう ンサイビン・ビ便ラビン』言うとかね、まあ、大好きだったんだけどまああのー、まあツッペに関してはですねあの村上龍がですねあの限りなき透明に近いブルー、うん、周りにちょっと出てくるような気がしちょっとまあのー、記憶の中にうっさらとあるような気がするんだけどもまあそういうのもあってなんか嬉しかったなっていうようなあの思いもありますまあそんなんだよねっていうやっぱりこう若いわけですよね当時。うん でやっぱりねこう全てねこう発想とかがこうシンプルっていうか、うん、単純でこう柔らかいからこうすごくこう吸収力っていうのもあるんじゃないかなっていうこの当時はですよ。うん、それとねあとね、あのー、中上賢治とかいるじゃないですか。これ中上賢治とかあの倉橋由美子とかもなんか好きだったかなっていう。うん、で、まあ、彼らの場合はですね、まあ、ロックっていうよりもこう。 まあ影響を受けたというか、まあ、感化されたのは、まあ、同じようなことですけど、まあ、ジャズあの、ジャズを聴くようなこうきっかけになったりしてですね、まあ、特にです、ね、あの倉橋由美子さん、まああのまあ、性少女とかですねこう誘い立ちというか、初期の部分というかな、まあ、要するに、全作品ってあるんじゃないですか、あの赤い箱に入ったやつっていうかね。まああの まあ好きかなっていう感じですねであとね村上龍とか、あのー、村上春樹これがねあのー、なんか対談やってるっていう「うおくドントランっていうやつがあるんですけどこれもねなんか面白かったかなっていうふうに思いますね。であと中上賢治と村上龍のですね「まあ、ジャズと爆弾」っていうまあこれも同じくあの対談集なんですけど。 やっぱりあの時代っていうのはあのーまあ、村上龍時代もこういう時代の長寿っていうかねなんかそんな感じだったかなだからやっぱりまあそういう時代に生きてたんだなっていう感じですよねでまあジャズに関してはですねちょっと私好きなのがあのチェット・ベーカーとかねユタ・ヒップ、うん、であとこうスタンリー・タレンタインとか、うんまあ、好きで。 まあ全体的に言うならばあの、ブルーノートレーベルっていうかな、ああいうのなんか好きだったかなっていう感じですね。もう全然、ジャズ聴いてないんですけど、今、うん。で、ちょっと悲しい部分で言えば、あのまあ、エヴァンスっていうか、ビル・エヴァンスはちょっと分からなかったかなっていう、まあ、悪いっていうわけじゃないですよ。 だけど、ちょっと自分としては、うん、ちょっとしっくりこなかったっていうのがあります。であと、ロックに関してはですね、これもですね、もう、あのー、自分がこう愛するようにというか、愛すべくですね、努力はしたんですけども、あのー、それはどうしてかというと、あの山川健一っていう、もう今あんまり聞かないんだけど、そういう作家の人がいて、あストーンズのあのー、フリークなんですよ。で やっぱりこ自分のストーンズをやっぱりこう理解したいなっていうふうにいろいろ聞いてたんだけど、まあ、ストーンズに関してもねちょっとこれダメでしたねちょっとこう合わなかったっていう,うんちょっと悲しいなっていうことなんですが、まあ、これがですね、あのー、我が青春のですね、あのー、第1期っていう形ですねでまあ,あの第2期みたいな感じで入ってくんだけども、あのー、あとね 高橋和美っていう、まあ、作家いるんだけど、まあ、憂鬱なる党派とは書いてるあのこの奥さんっていうのがいるんで、まあ、ご存知の方多いと思うんですけど高橋孝子さんっていうカトリックかなんか、うん、で彼女もなんかこう、うん、なんか知的な感じであのいいんだけどもあのそのね入っていったっていうその発想っていうのがなんかね「あのよそ多いせよ我が魂よ」っていう。 まあ、あの著作があるんだけどなんかもうそこから入っちゃったっていう、あのー、新聴者のハードカバーってちょっと今ではもう忘れ,忘れませんけどでそこからですねこう影響を受けちゃったっていうか、ま、ずっと,ちょっと読むようにしてたっていう。で、まああのー、まあそういうこととか。 でですね、あとですね、こっからがですねちょっとこう枝葉としてですねこう分かれていくっていうですね、まあ、あの女流作家軍の世界なんだけどもまずですね読み始めたのが あの読み始めたっていうかちょっとびっくりしちゃったっていうのがあの森外のですねあの長女で森さんこれもですねなんか、あのーまあ、三島由紀が絶賛したっていうか「あのー、甘い蜜の部屋」とかね、あのー、あるんですよ。 でまあ、文章がすごいわけです「す、まあ、恋人たちの森」とかねあるんだけど、まあ、そういうのをこう読んだりしててであとですねあの野水直子っていう、まあ、この人の文章すごいんですけど「まあ、あの口なし」とかね「あの眉輪」っていうのがあるんだけど、まあ、そういう関連でねこう読んでったっていうか、うんまあ、どういう系列なのかわかんないんだけどでねあの尾崎みどりっていう方の「あ プルパイのなんか午後っていう、うん、でその前にですね第七関会方向だったかな、うん、なんかそういうのがあってでまあそれいうのをまあこう読むようになったっていうのもなんか最初にですねあの矢川澄子っていうあの渋沢龍彦龍、まあ、彦兄ですよねああのー、まあ、どん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 こう派生していったっていうようなね こともありますで、あのーまあ、その期間にはね当然甲斐ああ子武、まあ、剣っていうか、うんまあ、彼だとかあの三島由紀夫とかもこう入ってくるっていうことなんだけども。 まあね、あのーまあ、そうやってです、ね、いろいろとこう、まあ、小説とかもこう読んでましたよっていうようなことでね、まあ、いつもですねあの映画のことばっかり、まあ、話とかね、まあ、下手なんだけどやってるんで、まあ、たまにはちょっとこう小説というかですねあのどういったの今まで読んできたのっていう部分で、まあ、断片にしか過ぎないんだけど、うん、ちょっとまあ語ってみたか 見よううかなっていうことですですあとですねあのまあ、海外のまあ、作家なんだけどもまあ、海外の作家もですねあのそんなねあの日本のね作家の人たちと比べるとみんな読んでないんだけどあのまあ、例えばフランツ・ラカフカとかそんなんでもあの まあどっから読むような形になってきたかというとやっぱりこう安倍工房とかねあの倉橋美子とかの影響が強かったっていうまあ彼らからいくと、まああのー、まあ逆なんでしょうけどねまあ彼らはまあ何て言うかカフカを読んで影響されたっていう側ですからまあ,あの全然違うと思うんだけどもまあ当たり前のことですけどねでまあそういうのを読んだりとかあとですね あのフランスワイ・サガンとかもまだ好きだったのあとあのミラーとかあのヘンリー・ミラーとかねなんかそういうの読んだりとかやってたんだけどまあだからどういったねあの趣旨で読んでたのっていうようなことを言われてもちょっと困るんだけどまあ まあ、手当たり次第というか、雑色でしたね、っていうことですよね、実際。で、あの、じゃあ、あの、日本のそういうハードボールドとか、そういうは読まなかったんですかって言うんだけど。まあ、当然ですね、あの、まあ、私も、あの、ご多分に漏れずですね。あの、当時、まブームだったですね、あの大山晴彦だとかですね、落合信彦。ああいうのも、まあ、ちまちまこう読んだり。 うん、まあしてたというこでですねまああのー、こういったあの小説というかですねこういういつもあの映画ばっかりやってるんで、うん、全然ちょっと違う話になっちゃいましたけども「まあ、いつもありがとうございます」ということで、うん、まあ、こういうねあのー、ちょっといつもとは違うちょっと話もあのー。 ま,あ今後ですね、またやってみたらどうかなっていうようなことでですね、まあ、スピーカーズコーナーっていうような感じで、えー、まあ声だけっていうことでねあのまたあの機会があればですねあのやってみたいなっていうふうに思いますので、まあ、ではではまたっていうことで、うん、今日もありがとうございましたさようならありがとうございます。